就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の柳です。本日は日本政策金融公庫のインターンシップについて、実際に参加された学生さんから具体的なお話を聞いていきます。この動画ではインターンシップの選考内容から選考を通過するための秘訣までじっくりと聞いていきます。日本政策金融公庫に興味のある学生はぜひ参考にしてみてください。それでは早速インターン体験談についてお話しいただく学生さんに登場していただきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、簡単に自己紹介の方お願いします。立命館大学政策学部4回生の田中です。私はこの夏にですね、ぜひとも旅行に行きたいと意気込んでおります。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。旅行どこ行きたいんですか？北海道とかに行きたいなって思ってます。あー、なるほど、いいですね、夏の北海道。本日はよろしくお願いします。本日はですね、日本政策金融公庫、まあ、略称日本公庫のインターンに参加されたということで、お話を伺っていこうかなと思っているんですけれども、この動画前半ではですね、この日本公庫の、まあ、どういったインターン選考だったのか、あとはインターンをどういうふうに通過したのか、そこをお伺いできればなと思います。で、別の動画で後編としてですね、実際にどういったインターンが実際に行われたのか、どういった内容だったのかといったところについてお伺いできればなと思いますので、まずはこの前半でですね、選考内容についてお伺いします。では早速なんですけれども、どうしてこの日本公庫を受けようと思ったのかというところから教えてください。受けようと思ったきっかけとしては、まあ、私がこう、まあ、政策科学部ということで、まあ、政策関連の、まあ、学部に所属していたことと、まあ、志望業界の一つとして金融業界を見ていたことから、こう政策金融を行っている唯一無二の機関である、まあ、日本公庫さんにすごい関心を持っていて、まあ、その理解を深めて本選考の準備をしたいという目的で参加しました。まあ、日本には5つ政策金融機関があるかなと思うんですけれども、その中でこの日本公庫を選んだ理由は何ですか？当社の特徴としては主に2点大きくありまして、まあ、1点目はこの唯一のまあ財務省 100% 出資である機関でして、まあ、例えばこう、まあ、競合の一つである商工組合中央金庫さんですと、あの官民連携の半官半民の機関だったりするので、まあ、100% 財務出資の分、その分セーフティーネットであったり、まあ、政策性の高い融資を行っているという点が魅力だったことと、もう一つはこの当公庫の特徴として、あの融資のみを行っている、まあ、預金業務などを行っていないという点から、こう融資という専門性に特化して、より個人事業主であったり中小企業だったり農林事業者の方をまあ支援できる点がいいなと思って、まあ、当社は志望しました。ありがとうございます。では早速そのインターンについてお伺いできればなと思うんですけれども、このインターンはまずどういった時期に行われたのでしょうか？はい、私当社のインターン2回参加いたしまして、1回目は9月にワンデーのインターンシップに参加しまして、2回目は2022年の1月に3 days に参加しました。なるほど、ありがとうございます。ではこの選考のフローとしては、このワンデーのインターンではどういった選考のフローがあったんでしょうか？そうですね、ワンデーのインターンの選考フローは ES のみでした。これはどの時期に出されましたか？そうですね、比較的早めで7月の末頃に提出したかなと思っています。選考結果が来たのはいつ頃でしたか？だいたい1週間から2週間後ぐらいに、まあ、メールで、まあ、通過連絡が来ました。そのワンデーに参加した人だけ3 days に参加できるっていうことですか？いえ、ワンデー参加者でも参加者じゃなくても3 days には、まあ、あのエントリーできるので、ワンデーと3 days はそれぞれ独立した完全に関連性のない、まあ、インターンシップでした。3 days は3 days でまたエントリーシートを出したということですか？はい、3 days は3 days でまたこうエントリーシートを提出してウェブテストを受けてっていう形式でやりました。あ、3 days の方はエントリーシートだけじゃなくてウェブテストもセットだった。はい、はい、まあ、3 days ですので、もう少しこう ES も多めになって、まあ、ウェブテストも追加されてました。なるほど、ありがとうございます。じゃあその具体的な ES 内容についてお伺いできればなと思うんですが、じゃあまずワンデーの方から聞かせてください。はい、ワンデーのインターンシップは日本公庫インターンシップの志望動機と、自己 PR がそれぞれ250文字でした。志望動機についてどういったことを書かれたんですか？はい、そうですね、まあ、日本公庫は政策金融であったり公共性が高かったり、こうセーフティーネットとして、まあ、何かがあった時に中小企業だったり事業主の皆様をお守りする立場にあるという点から、すごい公益性が高くて人々を根底から支えることができる点に魅力を感じて、まあ、そんな、まあ、公庫への理解を深めたいと思って応募しましたというような志望動機を書きました。なるほど、ありがとうございます。そのワンデーの ES の通過率はどういった感じだったんでしょうか？そうですね、まあ、周りの友達とかの体感でいくと、まあ、結構半分ぐらい、半分より少し高いぐらいが通過率だったかなと思います。なるほど。ワンデーはオンライン実施だったんですか？はい、ワンデーも3 days も両方オンラインでした。ありがとうございます。
てはじゃあ 3Days の方の ES についてお聞かせください。はい、3Days の ES は、まず日本高校インターンシップの、まあ、志望動機と自己 PR、 これワンデーと一緒なんですけど、 3Days は字数制限が250字から400字に、まあ、増えていました。そして、最も特徴的なのが日本が抱える課題について、まあ、社会問題について、まあ、どのようにアプローチするかというような簡単な論述問題がありました。おお、なるほど。結構それは特徴的な質問ですね。そうですね、まあ、政策金融やってる当社だからこそ、まあ、社会問題への関心とどういう考えを持っているかみたいなのを測っていたという、まあ、形式が特徴的だったかなと思ってます。田中さんはどういった回答をしたんですか？そうですね、僕はあの、まあ、中小企業の、まあ、後継者付属問題を、まあ、書きまして、まあ、簡単に概要を書いた後に、まあ、施策としてこの地域の、まあ、金融機関と、まあ、官民で連携してビジネスマッチングだったり、まあ、事業承継だったり M&A が行えるような、まあ、ビジネスのプラットフォームを、まあ、実際に作ってみて運用してみたら、こうそれぞれの、まあ、後継者不足の需要と人材の供給がマッチして、こう後継者不足による倒産が減るんじゃないのかなっていうような施策を書きました。すごいですね。かなりその事前知識がないと書けない内容だと思うんですけれども、結構勉強されたんですか？はい、そうですね、僕の学部がまあ政策科学部だからというのもあるかもしれないんですけれども、まあ、あらかじめこう結構社会問題に関して、まあ書籍を読んだりしていたので、まあ、その知識をもとに、まあ、政策金融公募ができそうなアプローチを考えて、まあ、書きました。じゃあ実際にその日本高校を受けるのであれば、その ES にその書く内容が特殊といったところもありますし、まあ、事前に勉強している必要性というのは必ず出てくるといったところですかね。そうですね、まあ、必須ではないと思うんですけれども、まあ、設問にこういうのがあるので少しこう、まあ、勉強をするというほど固くはなくていいと思うんですけど、まあ、日々こう社会問題であったり、まあ、市場であったり、まあ、情勢に関心を持って、まあ、目を向けておいたらいいかなと思います。なるほど、ありがとうございます。まあ、その特徴的なそのエントリーシートなんですけれども、田中さんが書く上で意識したことは何かありますか？そうですね、まあ、3Days の話をさせていただくと、まあ、まず志望動機に関してはこうワンデーの体験があったので、ワンデーの体験からこうワンデーの感想を書いて、それから元に、まあ、よりこういうところが知りたいのでっていう目的で参加したいですっていう、まあ、ワンデーの知識を生かす志望動機を考えて差別化を図りました。そして、まあ、課題に関しては、まあ、先ほども申し上げたんですけれども、まあ、自分の学部の学びとこれまでのインターン経験だったり業界研究の、まあ、知識を総動員して書きました。なるほど。確かにそのワンデーに参加したっていうのは、まあ、他との差別化になると思いますし、そう思ってくるとやっぱり 3Days に参加したいのであればワンデーも参加する必要っていうのがあるかなっていうのは田中さん的には思いますか？そうですね、必須ではないと思うんですけれども、やっぱりこうワンデに参加した学生は印象がいいと思うし、企業研究もしっかりできているので ES としても質が高くなりやすいと思いますので、まあ、参加しておいた方がいいかなと思います。ありがとうございます。では 3Days の方についてもう少し聞きたいんですけれども、まあ、エントリーシートの他にウェブテストもあったということなんですが、どういったウェブテストだったんでしょうか？TGWeb という形式のテストでした。それはどういうテストですか？そうですね、言語と非言語を正確に分かれておりまして、言語は、まあ、簡単な国語の問題から長文読解を結構タイトな時間で、まあ、短時間で多く解くというような形式で、非言語は結構特徴的でございまして、簡単な、まあ、SPI のような数学を使う問題というよりはこう頭をひねらないと解けないような問題、まあ、論述問題だったり、まあ、Google の入社試験に出てくるような問題が出てきました。結構このウェブテストがあるっていうのは事前に分かってたんですか？そうですね、まあ、それこそ就活会議であったり、まあ、他の体験記サイトの、まあ、情報から、まあ、過去の体験談を見て、まあ、こういう形式のテストが過去には出てたというのを把握して、またあのウェブテストが公開されると、まあ、アクセスできるようになるんですけれども、そこのこう URL をコピーして検索するとネット上でこうこの URL はこのテストというのが載っておりますので、まあ、それでこう TGWeb だなっていうのを判断して、まあ、対策してました。なるほど。かなりそれは勉強されましたか、事前に？そうですね、まあ、TGWeb の参考書を、まあ、大学の書店で買いまして、まあ、2、3週ほどやって、まあ、かつこう、まあ、あまりこう志望度の高くないインターンシップで、まあ、練習を何回か重ねて慣れました。まあ、その田中さんの主観で大丈夫なんですけれども、この TGWeb の、 そのテスト結果っていうのは選考通過に大きく影響したと思いますか？そうですね、まあ、ES と半々ぐらいで影響したかなと思っておりまして、まあ、あのおそらくなんですけれども TG で一定以上の、まあ、点を収めたもののエントリーシートの中からしっかりと書けている人間を、まあ、定員分取るというような、まあ、形だったのかなと推測しています。田中さん的に TGWeb の出来栄えはいかがでしたか？
そうですね、まあ、日本高校の TG ウェブは、まあ、これまで何度か練習で受けていたので比較的こう、まあ、スラスラと解けるというか、 TG ウェブは結構同じ問題が出てくることも多いので、複数回受けていると見た問題とかも出てきますので、まあ、その観点から見ても結構まあ他社より得点率高かったのかなと思いました。ありがとうございます。じゃあ実際この日本高校のインターン選考を受けるのであれば、どういった対策をするべきだと思いますか？そうですね、まあ、3days の話をさせていただきますと、まあ、大きく2点ありまして、1点目は先ほど申し上げさせていただいた TG ウェブの対策をしっかりとして、まあ、ボーダーおそらく6割から7割程度をしっかりと取れるようになっておくこと、そしてもう一つは日本高校の志望動機をしっかりと自分の原体験から書いて、かつ社会問題の論述課題をしっかりと記述して内容もまとめておくということが必要かなと思います。ありがとうございます。田中さんのこれも主観で大丈夫なんですけれども、自分が選考を通過した要因だと思えるポイントはどういったポイントだと思いますか？そうですね、2点ございまして、まあ、1点目は、まあ、やはり TG ウェブでしっかりと点を取れていたこと、そしてもう1点目はやっぱりこう社会問題の論述を自分の、まあ、知識からしっかりと内容を書いて、かつこう候補がどうアプローチしていくかまで記述していた点が評価されたのかなと思いました。ありがとうございます。田中さん、いろんなインターンを受けてきたと思うんですけれども、この日本高校の選考の難易度としてはどれくらいの位置にありますか？そうですね、まあ中くらいかなと思っておりまして、やっぱり 3days ですので、まあ、ES も結構量は多くて、かつテストもあるので、そこまでこう難易度が低いわけではないんですけれども、やっぱりこうグループディスカッションであったり面接などの選考がある企業に比べると、まあ、若干参加障壁は低かったのかなと思ってます。ありがとうございます。では最後にですね、この日本高校のインターン選考に挑戦しようと考えている学生に何かアドバイスがあれば教えてください。やっぱりこう社会問題に関する課題は、まあ、そのすぐには出てこない内容だと思いますので、まあ、今の割と早期の段階から日本高校を志望する学生であれば、まあ、社会問題に関心を向けておいて、実際に出題されたら、まあ、大体アウトラインがすぐに出るような段階にしておくといいかなと思います。ありがとうございました。ではここまで日本政策金融高校のインターンの選考内容や選考通過ポイントについて田中さんに伺ってきました。この動画の後半ではですね、気になるこの日本高校の具体的なインターン内容について引き続き田中さんにお伺いしていますので、気になる学生はぜひチェックしてみてください。それでは田中さん、貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かったな、ためになったなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。